1980年の阪神タイガースでは、1980年の阪神タイガースの動向をまとめる。1980年の阪神タイガースは、ドンブレーザー監督の2年目のシーズンである。前年のドラフト会議で6球団競合のくじ引きの末に入団した岡田明信がチームの話題の中心となった。大阪出身で東京六大学野球のスターだった岡田は、 入団時点で絶大な人気があり、ファンだけでなく、球団も、積極起用を望んでいた。しかし、ブレイザー監督は岡田を、じっくり育成させる方針を立て、岡田の早期一軍起用を絞った。ブレイザーはヤクルトからデイブ・ヒルトンを獲得して、一塁ヒルトン、三類、掛布正幸の夫人を組み、三塁が本職であった、岡田を外野に、コンバートさせたが、ファンや、 球団の怒りを買った。シーズンが始まるとヒルトンが成績不振に悩み、それでもブレイザー監督がヒルトンの起用を優先したことからファンからはヒルトンより地元のヒーローの岡田を使えとブレイザーへの不満が噴出その後も大津章二郎球団社長による岡田起用要求ヒルトン解雇、ブレイザーに 相談なしの新外国人の獲得が行われたことから、ブレイザー監督はチーム混乱の責任を取って5月15日に辞任した。公認監督にはヘッド剣打撃コーチの中西太氏が就任した。中西監督の下で内野で先発出場するようになった岡田は打率290、18本塁打の成績を残し、新人王に選ばれる活躍をした。 打線では、前年本塁打王の掛布が、膝の故障もあって、成績不振に苦しんだが、前日の岡田や、遺跡2年目の真由美秋信が、掛布の穴を埋め、また、投手陣でも、前年22勝の小林茂や江本武則、前年から、先発転向の山本和幸がローテを守るなど、チームは8月上旬までは、A クラスをキープするが、市のロードから、 ズルズルと順位を下げ最後は5位でシーズンを終えた。また8月16日には、いわゆる空白の1日で、トレードの当事者となった小林茂と江川すの初の直接対決が実現し、話題となった。本節では、前シーズン終了から本シーズン開幕までの入り対談について記述する。色付きは規定投球回数以上の選手。ありがとうございます。